圧送船は埋め立て工事に使用される作業船であり、圧縮空気の力で土砂を搬送します。小島組は独自の技術で開発した空気圧送船により、効率的で環境に優しい方法で工事を行っています。空気圧送船は船体及び甲板設備、操作室、爆砲、ホッパーと搬送機、船員の居住エリアなどで構成されています。空気圧送船はドウン船で運ばれてきた浚渫土砂を爆砲でホッパーへ投入し、圧縮空気の力で埋め立て地へ送ります。爆砲を使ってドウン船に積まれた浚渫土砂をホッパーの中に投入します。ホッパーに投入された土砂は下に設置された搬送機の中へ入っていきます。ロータリー式の搬送機は中が6つの部屋に分かれており、回転することで土砂を小分けにしながら下の船内管に落とします。メインエンジンによって搬送機を動かします。またコンプレッサーによって圧縮空気を作り出します。搬送機によって船内管に落とされた土砂は圧縮空気の力で押し出されます。押し出された土砂はパイプラインを通り埋め立て地へと送られます。配送距離は最長2000メートル、広大な埋め立て地の奥まで移動せずに搬送可能です。操作室ではバックホーとホッパーの様子を見ながら搬送機の動きを操作できます。埋め立て地では従来のポンプ式溶動方法や他社に比べ余水の少ない突出ができます。海水の注入を減らせるので埋め立て地の早期利用が可能です。海を濁さない環境に配慮した方法です。当社の空気圧送船でロータリー式搬送機の圧送船は AP1660 両星丸、国章、AP2100 両星丸の3隻です。またフラップ式の搬送機を持つ船は AP1000 両星丸とガントリークレーン式グラブバケットを合わせ持つ KR3000 の2隻があります。私たち小島組はこれらの空気圧送船により周辺環境に優しく効率的な方法でこれからも地域社会へ貢献していきます。